はい、水上でございます。競馬大学、今回もよろしくお願いいたします。もちろんフェブラリーステークスで解体2頭ということで、今回はお送りいたします。なおこれを収録しておりますのは枠順確定直後でございます。今回ももちろんこの人と一緒に進めていきます。競馬ラボの鹿野くんです。鹿野くん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さて、では早速本題にね、行きたいと思います。私がフェブラリーステークスで解体2頭ということで、1頭目、この馬を選んでみました。で、私が選んだのはこれです。名将ハリオでございます。名将ハリオですね。やっぱりね、この馬に関して今回皆さんが思っていらっしゃることは多分同じだと思うんですけど、マイル対応できるのかというところだと思うんですよね。やっぱり中距離で、このところずっと使われ続けて、実際帝王賞を、ね、勝つなど、実績も中距離で上げているということ、確かに東京の、ね、マイル1回走って3勝クラスを勝った時がこのコースだったんですけど、なんやかんや言ってもそれはね、条件戦でのことなんだというふうに思われる方もいるかもしれませんが、これね、つぶさにこうラップを見ますと、意外とね、このさっき申し上げた帝王賞、それからその後にね、盛岡の JBC クラシックを両方とも前半天の三波論をですね、この馬36秒6で乗り切ってるんですよ、 2000m 戦にしては。で、これって結構早いものであって、東京ダートマイル、今回と同じ舞台の武蔵野ステークスでレモンポップが通過したタイムよりも0秒4遅いだけ。あとね、1400m の霜月ステークス、これオープン特別ですけれども、これでドライスタウトが通過した天の三波論より0秒3遅いだけなんですよ。これ 2000m で、それだけ出していってしっかりと結果を残せているということを考えると、別にね、ペースに取り残されてそんな後ろの方になるというようなことはね、私はないんじゃないかなと思うんですよね。それは鞍上のね、浜中ジョッキーが、マイルだからということでちょっとことさら何か乗り方を変えない限りはですけれども、いつものように中距離に出しているような時の感じで行っていても十分後位の後ろぐらいには取り付くことができると思うんですよね。で、もし今年ね、ヘリオスとかTM サウスダングもいますんで、ペースがこう緩まないでいった場合、これでも、同じようなペースでいっていれば両馬場で上がりがね、かかるような感じになると思うんで、十分直線でね、届くんじゃないかなと。上がりがかかるような、ね、展開になれば、これはこれでこの馬にとってむしろ有利だと思うんで、なのでそんなに名将ハリオにとって今年は展開をね、心配する必要はないんじゃないのかなと思ってます。で、血統的にはお父さんがパイロ、皆さんもよくご存知ですよね、AP インディー系の、ダート種馬ですけれども、この AP インディー系はこのフェブラリーステークスでいうとカジノドライブとかテスタマッタとかね、あとインカンテーションとかベストウォリア、インカンテーションやベストウォリアは、2回3着以内に入ってるんですけど、今申し上げた馬たちが3着以内に入っているということ。で、あと近親にはですね、こうトワイニングがこの名将ハリオの近親にいるんですけど、このトワイニングは覚えていらっしゃる方も多いと思いますが、ノンコの夢、このフェブラリーステークスを買ったノンコの夢を出した種牡馬でもあります。なのでこのコースへの適性というのは血統的にも十分あるかなと思います。東京、ね、のダートで、重賞を勝った経験のある馬が近年は好走例が多いんですけど、これにはちょっと外れちゃうんですけど、今年ちょっとね、メンバー構成的にも少し小粒かなというところがあるんで、そんな厳密にね、こう全ての条件をクリアしないとみたいなことは言わなくてもいいんじゃないかなと思うんで、私はまず1投目名将ハリオを、ね、考えてみました。鹿野くん、名将ハリオはどうですかね。位置取り的とか、ありますけど。そうですね、もう位置取りですね、全て。本当に水上さんのおっしゃったように、後位の後ろとか取れれば、またこの辺とかこの辺にいれば可能性あると思うんですけど、一番後ろでもこれ2021年エアスピネル、これ最内から、直線打ちついても残り 200m では2番手集団の後ろぐらいにいたんで、ここにいれば全然可能性はあると思いますね、はい。あと過去の放送パターンで言うと、こちらに書いてあるんですけども、前走ネギシステークスで連帯した馬か、ダート1008より長い距離の G1 で負けた馬、こればっかり来るんですよね、この3年で、4コーナー半分より前というところでは、本当にポジションさえ前だったらチャンスあるんじゃないかなと思います。
そうですね。まあね、あの同じね、こうさっきインカンテーションの名前挙げましたけど、まあ、インカンテーションも東京大賞典からということで、まあ、高齢馬の8歳で3着人気薄で検討したんですけど、まあとりあえず本当にね強いダート馬、まあ、以前のフェブラリーステークスなんかもそうだったんですけど、まあ、ジャパンカップダートが2100でやってた時代から、例えばそれような中距離、川崎記念もそうですけど、そういうところで出て、勝ち負けを演じていてもきちんと戦力にね対応したっていう、対応できるというね、そういうようなケースというのは、まあちょっと時代的な部分が違うよと言われちゃうと痛いところもあるんですが、ただまあそういうようなね傾向もありますんで、ここはねちょっと人気も 1,2 番人気は絶対ならないと思うんで、妙味も含めて名勝ハリを押してみたいかなと思っています。はい、このメンバーだったら格上ですもんね。あ、格はね、あの確かにね、今年格っていうことを考えるとね微妙なメンバー多いですよね。あのなんやかんや言って中央の G1 勝った馬いないわけですから。そうなんですよ。その中でやっぱりね帝王賞を勝っているっていうのはね大きなポイントになるかなというふうに思いますけれどもね。しかも帝王賞で負かした相手がチューバーウィザード、オメガパフューム、帝王ケインズですからね。そう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 、ね、これに勝てる馬今年いるのかっていう話になれば、いないかなっていう気もしますね。そうですね、はい、というところでね、神野くんの方からちょっと心強いフォローもいただきまして1投目名勝ハリオとしました。じゃあ続いて2投目いってみましょう。2投目はですね、こちらになります。はい、レモンポップです。はい、ちょっとね今年はしょうがないかなっていう、この馬がね大奔走するっていうようなシーンは考えにくいなと思うんですよね。まあやっぱりね中2周でマイルを使ってきたというのは今回が初めてだったらちょっともっと心配するんですけど、まあ武蔵野ステークスの時に1回やってるっていうのは大きいですよね。でその武蔵野ステークスも完敗したわけではないですから、本当にもう金さんの2着を取れているわけですから、まあそれを考えれば今回距離とかねそのローテーションを心配する必要はないんじゃないのかなというふうに思います。でね、やっぱりさっきちらっとあの鹿野くんの方からデータのあの前走ネギシステークスのねデータ出ましたけども、ネギシステークス1着馬に限るとフェブラリステークスの成績は 3-1-1-3 なんですよね。前走ネギシステークスを勝ってここへ臨んだ。昔はネギシステークス組ってあの成績落ちてた時代もあったんですけれども、近年はねまたちょっと盛り返しが目立ってきています。でレモンポップの場合はあのお父さんはねレモンドロップキッド、これはキングマンボ系なんですよね、まあ、なので非常にこう芝もダートもどっちも対応できる系統ですよね。キングカメハメハの子もダートの G1 馬はまあ何とかもいますし、ロードカナロアの子供もまあダートでも活躍していますから、このキングマンボ系は芝ダート兼用系統と言っていい。そして母の父がジャイアンツコーズウェイ、自身はヨーロッパで活躍しましたけれども、系統はストームキャットの系統ですから、こちらも芝ダートとても両方こなせる。しかもストームキャット系というのはね、かつて、まあ、十数年前から数年前まではこのフェブラリーステークスにおいて最大の主流血統でもあったわけで、その辺考えるとレモンポップも血統的に、全く何も割り引く必要はないかなというふうに思っています。まあね、そのジョッキーがねちょっと直前まで戸崎ジョッキーが、まあ、ドライスタウトの方を選んでさ誰が乗るんだということになって、まあ、結局酒井ジョッキーが乗るわけですけれども、まあ、その辺の、ね、交代劇天乗り、まあ、この辺は、ね、確かに G1 ということを考えればまあ、プラス材料にはならないかなとは思うんですけど、まあ、でも今はもうとにかく乗りに乗ってる酒井ジョッキーですから、その辺あんまり心配しなくてもいいんじゃないかな。であとレモンポップ自体もそんなに難しい馬ではないので、天乗りのジョッキーであってもあまりね神経質に、癖がどうこうということはないと思うんで、まあレモンポップ、普通に走ってくれれば連帯はしてくれるんじゃないのかなというふうには思うんですけどね。鹿野くん、これやっぱり逆らいようないですよね。これは減点材料はないんですよね。ないですよね。まあまずはポジションは確実にこの後位のあたりにいるであろう。で先ほどからお話あるように酒井隆成ジョッキーって天乗りで乗っても結構積極的に行くので、あの朝日杯のドルチェモアとかもう前に行くジョッキーなので、ここで下げて後方から届きませんも考えにくいし、で前走ネギシステークス連帯とダート 1600m 重賞構想4コーナー半分より前全部満たすのってこれしかいないんだよ今年。そうですよね。ちょっとこれは県外に飛ぶっていうのは、イメージしづらいかなと思いますね。
そうですね、これが例えば千二重賞をずっと例えばね千二の重賞やオープン特別を勝ち続けていて、ここだったらちょっと、心配な要素もあったんですけど、まあ東京の千四でねこれだけ結果を残しているということ、これがあのよその千四じゃなくて東京の千四というところがいいですよね。フェブラリーステークスってやっぱり東京実績が、重視されるレースでもあるんで、まあここを考えてもやっぱり連軸って意味で言ったら、ね、人気でしょうけれども、レモンポップが一番ふさわしいのかなというふうに私も思います、はい、しかも枠の並び見てもこれ、はい、完全に後位の後ろに一番入りやすい並びかなと個人的には思ったんですけど、そうですね、大外から早い馬が大外なので、包まれずにうまくこういう感じですかね、外からの馬がレモンポップの離れたところから前に行くと思うので、はい、この馬はすんなり 4,5 番手そうですね取れそうな枠の並びかな、それだったらちょっと逆らいようがないかなと思いますね。まあ、4枠7番、でね、ずっとこの馬も奇数枠も偶数枠も関係なくゲートもちゃんとねおとなしく入っていられる馬ですから、ね、まあ、そのあたりもまあ全く心配はないですし、本当にこう穴が、ね、少ないかなという感じはありますよね。まあ筋量に関して言えばね57キロであれだけ強いんですから1キロ増えたぐらいでも、まあ、全く問題ないでしょうし、レモンポップ連軸には一番ふさわしいのかなという気がします。はい、というところでね、私が、まあ、果たしてこの名将ハリオとレモンポップどちらを最終的に本命にするのか、そしてねとっておきの穴馬もねちょっと一頭考えておりますので、これに関しましてはぜひ競馬ラボの方でチェックしてください。どなたさんも無料で見ることができます。概要欄にリンクをね貼ってありますので、レース前日の夜、アクセスしてみてください。はい、水上さん、はいはい、さっきちらっと名前が挙がったあの戸崎ジョッキーがこっちを選んだドライスタートなんですけど、はい、これドライスタート能力的に、はい、はっきり言ってね分からないというのが正確なとこなんですけど、血統的にはねもうシニスターミニスター、これもパイロと同じ AP インディー系で母の父がアフリートですから、十分そのなんというか適性はあると思います。まあ問題のね能力なんですけど、ただねあのはっきりなんというかこうしたものがまだ見えてないというのも確かなんですよ。その割には人気だけが上がっちゃってるという、だってそうですよね、まだあの中央の重賞をねあの使ったことがないわけですから、地方では、ね、全日本2歳優勝をね勝ったりとかいうことがもちろんありますけど、あくまでやっぱり2歳の G1 ですし、まあ、2着馬をねコンバスチョン、まあ、0秒後ちぎってるからいいじゃないかとも思いますけれども、まあね、その後は結局オープン特別の下月ステークスしか、まあ、勝ってないわけで、まあ、もちろんその順調図を変えて使えなかったというのもあるんですけどね、普通に使ってたら重賞の2つ3つ取ってたよという考えももちろんあるかもしれませんが、事実としては確かにまだ、ここでいきなり G1 で、ね、勝てるだけのものがあるのかというとちょっとね、例えばこれでネギシステークスで前走使っていて、あれだけのメンバー相手にして2着3着に来ているというのであれば話は別なんですけど、やっぱり前走もねスバルステークスですから、でそこで負けているわけで、そういったことを考え合わせると、ここで1番人気2番人気になるようだと私はむしろ逆に逆らってね、ひも候補ぐらいに、したいなと思ってしまうんですよね。あと気になるのがですね、はいはい、外国馬ですね、シャールズスパイ、外国馬これ適正あるのかな、どうなんでしょう、シャールズスパイとね、まあ、やっぱりねこの馬の話になると思うんですけれども、まあね、ご存知のように、意外とカナダ北米で走っている割には芝の経験がメインになっているということで、そうなんですよ、ダート実績がほとんどないということですよね。まあ、そういう馬が日本のダート走ってどうなんだというところですけど、まあ、はっきり言って分かんないものは白三角でいいと思うんですよ。あの、ね、血統的にはもう日本でもおなじみの、スペイツタウンという馬で、これ有名なところではモズスーパーフレアのね、まあ、お父さんだったりもするということで、まあ、モズスーパーフレアも芝もダートも両方いいところがありましたけれど、スパイツタウン自身は日本に入ってくる子ども、日本の競馬場で走っている子どもたちはおしなべて1004以下がメインなんですよね。ちょっと1006でも少し苦しくなるのかなというような傾向があります。あと、まあ一本上司の子どもが多いんで、いくらワンタンとはいえダートマイル東京の G1 だと、まあそれなりに足を溜めたり、仕掛けて動き出したりというようなね、そういったメリハリが必要になってくると思うんですけど、そういう競馬は意外と苦手にしているところもあるんですよね。なので日本で走るんだったら一番合っているのはやはり東京ダート1004と
とかね、そういうようなところの血統の昭和じゃないかなというふうに思うので、まあ、私はシャールズ・スパイトに関しては思い印を打つ必要はないんじゃないかなというふうに思います。あとは、まあ、モレーラで人気になっちゃうってこともちょっと嫌だし、あとこの馬もね、この後サウジに行くというのも前々から公言してて、まあ、その途中に日本にまあ寄って使ってということあるんで、まあ、ここが究極の目標というのもちょっと考えづらいところもあるんですよね、まあ、なのでシャールズ・スパイトに関して言えば抑え程度でいいんじゃないかなというふうに思ってます、はい、やっぱり内枠ですしね。そう、内枠はやっぱりね、あの東京ダートマイルにおいて、まあ、1枠1番は最悪なんですけど、隣の2番であってもね、それほどプラスにはならないというか、むしろマイナスですね。あのかなりこうスタート後、あの芝の地点横切ってダートに入っていくところで、まあ、不利を受けやすい、非常に不利を受けやすい、枠順ですので、まあ、それを考えてもね、初めて走る日本のコースでこの枠というのはちょっとかわいそうな気もします、まあ、なのでやっぱり、うん、重視はしなくていいんじゃないかなというふうに思います、はい、本当に過去の成績見ても1枠はほとんど来ないですね。そうなんです、このね、別にフェブラリーステークスに限らずこのコース自体がそうなんですよね。唯一あの来る条件があるとしたら逃げた時なんですよ。そうですね、1枠1番でスタートダッシュを決めて逃げてしまえば、はい、この枠順でも問題ないんですが、うん、ちょっとでも引くシーンがあったらもう、うん、あの頑張っても3着がいいところっていうのがこのコースの怖さなん、うん、あの枠順の怖さなんで、はい、そういう器用な競馬ができるんかいなという不安はあります、はい。さてというところで、鹿野君の一頭まだ聞いておりません。これをねぜひ最後に聞いてみたいんですが、はい、今回どの馬にしましたか。はい、今年狙いたい穴馬はこれです。ソリストサンダー。あれ、なんかデジャブのようなこれ去年狙って4着だったんですけど、でもね、人気薄で4着惜しかったですよね。着差もそんなんなかったし、去年ここだったんですよ、ポジションがちょっと外になっちゃって、で強い上位の馬よりも外を回って届かなかったんですけど、で今年ですね、この構想パターンに当てはまってる馬が先ほども言ったように本当にいなくて、で全部当てはまるのはレモンポップで、水上さんから推奨あった名将ハリー・ユワコの前走ダート 1008G1 で負けとか当てはまる馬がいないんですよ。でこの東京ダート1006重賞で構想って書いたんですけど、勝ってる経験があるのは今年ソリストサンダーしかいないんですよね。で武蔵野ステークス勝ってて、で皆さん多分8歳っていうのどうなのっておっしゃると思うんですけど、8歳でも 2,3 着だったらあるので、うんうん、今年多分僕の予定では本当にこの後位の後ろ、外に速い馬が来たので、この辺の中目内目、内目まではいかないでしょうけど、中目には入れられると思うので、うん、レモンポップのマークして後ろかレモンポップの横ぐらいにいればワンチャンあるんじゃないかなと思います。人気も落ちてます、うん、ここしか多分 G1 来るとこないと思うんで、ソリストサンダー、はい、いや本当そうですね、中央の場合はそうですよね。そうですね、うん、私もそう思います、7歳8歳っていうのは紐穴にね来ることがこのフェブラリーステークス多いんで、まあ、あの1着はねなかなか取れないと思うんですけれど、はい、もう多分そんな人気ないと思うんで、紐で来るだけでも十分妙味は出してくれるかなと思いますね。あと菅原明ジョッキーも多分向いてると思いますよね。積極的にこのジョッキーも位置を取りに行ってくれるジョッキーなんで、ソリストサンダーには向いてると思うんで、これはね確かに去年4着馬ですし、あと、まあ、4着をリピーターって言っていいかどうか分かんないんですけど、あの2年連続で好走する馬がとにかく多いのもこのフェブラリーステークスの特徴なんですよね。だから4着だったらソリストサンダーが3着とかねに入ってくるというのは十分あるかなと思う、まあ、5着になるかもしれませんけども、リピート好走が多いレースだという傾向もちょっと頭に入れておきたいというふうに思いますね、はい、やっぱりあれですよね、この左回りのダートの 1600m が中央でここしかないので、うん、いや本当そうですよね。しかもスタート地点芝っていうのもねなかなか、はい、ポイントとなる特殊コースですもんねここ、はい、だからこのコースを得意とする馬っていうのがねやっぱりどうしてもあの出現するので、まあ、それがリピーターにねリピーターが多いという一つの要素かもしれ、あの理由かもしれません、はい、はいはい、というところでいかがでしたでしょうか。鹿野くんからはソリストサンダーが上がりました。参考にしてみてください、というところで、繰り返しになりますが、これは枠順確定直後に収録をしております。というところで今回の競馬大学はここまでなんですが、鹿野くんそろそろあれやりません、はい、生ライブ配信馬券買うやつですね、はい、ぜひ
ね、そろそろねちょっと考えてみましょう。随分ねやってないんで、去年の秋口ですよね。でしたかね、ローズステークスかなんかの日にやったのが最後だと思うんで、はいはい、ちょっとご無沙汰しちゃってるんで、久々にちょっと近々予定を見つけて、日程を合わせてやってみようかなというふうに思います、はい。またね、正式なこと決まりましたらコミュニティ投稿の方でお知らせします。これチャンネル登録をしていただくと見られるようになってますので、もししてないよという方ぜひこの機会にしてみてください。というところで今回の競馬大学ここまでとなります。カヌ君どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。そして皆さんも最後までお付き合いいただきありがとうございました。次回またよろしくお願いします。失礼します。